本日は FFR について説明していきます。 FFR とはフラクショナルフローリザーブの略で、フローリザーブ、これが、血液の、まあ、予備能力のことを言うみたいなんですね。血流予備これがフローリザーブ、フラクショナルは分数、まあ、血流の予備を、ね、分数で割ったようなあたり、それが FFR のフラクションフローリザーブとなります。ではですね、具体的に、まあ、臨床ではどのように使われているのかと言いますと、老化性の、狭心症の判断、治療判断に使われているそうです。まあ、いろいろな方法あるんですが、そのうちの一つと考えていいと思います。でですね、狭心症、まあ、まず今、狭心症という言葉が出たので書いておきますか。狭心症。まあ、この狭心症っていうのは、まあ、いろんな、狭心症があるんですが、この老化性の狭心症ですね、これはどういったものかっていうとですね、老化時、まあ、なんか動いた時に胸痛があって胸が痛いと。で、冠動脈造影検査で、冠動脈の一部が細い場合ですね、病変がある場合に、老化性狭心症となるみたいですね。これの時に、狭心症の判断がなると。で、なんで細くなるかっていうと、まあ、動脈硬化とかによって動脈の中にゴミがたまるんですね。つまり LDL コレステロールとかが多かったり、中性脂肪とかでいっぱい、コレステロール、取ってしまっている人だとか、あとは糖尿病とかで血管の中が詰まりやすくなっている人なんかは、こういった、血管の中にゴミが溜まりやすい状態になって、溜まった結果心臓に、栄養を送っている、冠動脈である、血管が詰まってしまう。そしてその、結果心臓に血液を送れなくなって、心臓に痛みが走る。これがまあ老化性狭心症のまあ原因なんか、まあ基準っていったものをざっくり説明したことですね。で、これなんですが、まあ、狭心症の治療法っていうのは、基本は内服薬による治療と、あとはカテーテル治療、PCI というものになりますね。治療は、PCI。ね。PCI は細いところをバルーンで拡張して、ステントを置いてくると。で、細いところが治れば OK。ただ、病変が多い場合や、まあ、まあ、他にもね、3箇所以上当たる場合は、バイパス手術なんかの適用にもなりますね。まあ、PCI はカテーテルで、まあ、心臓の血管がこうあったとしたら、そこに、この入り口のとこから細いカテーテル、まあ、腕だったり足だったり、いろんなところからこう細いカテーテルを引っ張っていって冠動脈に入れて、ここで細いカテーテルでバルーンとかを入れてここで膨らましてあげると、まあそんな治療を行います。じゃあ問題点として、どれぐらいここが細かった時に治療しなきゃいけないのかな、そういった時に指標があると分かりやすいですね。で、そこで使われるのが FFR といったものらしいです。で、FFR の定義、これは FFR の定義は、最大血流時、充血時ですね、病変よりディスタール、これは病変より、奥側ですね、の、圧力割ることの大動脈圧となりますね。これが FFR の定義で、要は、血液が、安静時っていうのは、狭心症っていうのは、まず老化性狭心症ですね。老化性狭心症は安静時は胸に痛くないんですよ。老化性、つまり走ったりして、血液が、
なかなか送り出せなくなって循環血液量が少なくなった時に狭心症、胸が痛いってなるわけですね。だから最大の充血、これを見る必要があります。なので、具体的には、この労作時の状態をシミュレートする必要があるんですね。つまり血液がなくなっている状態ですね、循環血液が下がった状態をシミュレーションする必要があるので、ここで、アデノシンという薬物を投与すると。でこのアデノシンは、まあ、アデノシン育毛剤なんかにも利用されているんですが、アデノシン、最大充血ですね、これの時アデノシンを投与して、これで、循環血液量が増えます。血流が良くなるんですね、アデノシン。血行促進作用があるんで、アデノシンを使うと、薬物を投与することによって血液が持ってかれます。でこういった状態で血管を拡張して心拍数を増やして心臓に負荷を与えるんですね。これによって心臓に負荷を与える。あ、負荷の負荷違いますね。はい、負荷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 、これで心臓に負荷を与えてやると。これで心臓に負荷を与えてやることによって、アデノシンという薬物を投与して心臓に負荷を与えている労作性の狭心症の状態を、模擬的に作り出すと。これでまず最大充血時ですね、これの状態でですよ、病変よりディスタールの圧力を割る大動脈圧、これを測るわけですね。じゃあ図にして書きましょう。ここに病変がありますと。血流の流れはこうです。そうするとこっち側が、まあ、ディスタールって言うんですね。でワイヤーを入れます。これ1本10万円ぐらいするワイヤーですね。 FFR のワイヤー入れて、ここの圧とここの圧を測ればいいわけですね。でそれぞれこことここの圧が、測るんですが、計算値としてはここの圧が分母に来ます。でディスタール側が分子に来ると。こっちが大動脈圧、こっちが分子なんでディスタールこれが FFR となるわけですね。でたまになんですが、このアデノシンが効かない人もいるので、まあ、そういった人にはこれが、この FFR が効かないという問題点がありますし、このワイヤー、さっきも言ったように、まあ、問題点としてで1つ10万円ぐらい、ワイヤーカテーテルなんかこれ10万円ぐらいするのすごい高いものなんですね。で、結局 FFR っていうのはですね、圧力なんですね。前後の圧を見ます。血圧を見ます。で圧という量はオームの法則により抵抗が一定であればちょっと比例しちゃうというところもありまして、そういったところに注意が、まあ、FFR の場合必要なのかなと思います。ただ、まあ、現在ですね、 FFR 用いて、治療適用を決めてから、まあ、診断すると結果が良いということで、まあ、FFR を使っているんですが、この値ですね、値が皆さん覚えていただくと 0.8、 これ以下だと、まあ詰まってるから P
PCI した方がいいかなっていう適用になりますので、まあ、最低限ここら辺をね覚えておいていただければなと思います。で今現在はですね、まあ、今2018なんですが、FFR だけじゃなくていろんな、測定方法がありますので、まあ、時間空いた時にですねそちらの方も、アップロードしていければなと思います。以上です。